はい、どうもこんにちは、マリーです。今回もスクールガールストライカーズ実況していきましょう。あ、なんかホーム画面変わってますね。気づかなかった。スクールガールストライカーズ。この前はね、もうみんな水着姿だったのに。お疲れ様です。ね、でやっていきましょう。私のメモ化もありますか。まあ、特にね、ガチャも何もかも回せないんで、いろいろやっていきましょう。どのミッションにしますか。最近ですね、動画を取りだめしてあるため、だいぶ重いんですよね。まあ、取りだめ、多分この動画も取りだめに入ってると思うんですが、もう今日一日で、だいぶ取りましたね。あとですね、あの時計がバグってて、今ね、あのまあ朝起きたばっかりなんですけど、というかもう本体自体の時計がバグってて、今6時とか5時ぐらいになってるんですよね。わからないんですけど、いろいろ進んでます。はい、そうですね、前回の動画なんですけど、まあね、BGM が大きすぎて聞こえなかったと、まあ、編集ミスですね、すいません。そうですね、内容なんですけど、今から言いますね。あの、関係ないんですけど、まず、一番言いたかったことなんですけど、東日本大震災のおめでとう100回っていう動画なんですけど、消すのにご協力くださいという動画でしたんですけど、あの BGM が大きすぎたため、どうしても聞こえなかったんです、すいませんでした。あのその動画を報告してほしいんですよね。もう30万ぐらいもう報告されてるかもしれないんですけどね。もう私10回ぐらい報告しちゃったんですけど、多分もう意味ないと思うんですよね。3回報告しても意味なかったです。しかも熊本県の震災を祈っている、お祝いしている動画とかも隠して、なんか隠して投稿しているらしいんですよ。なので、この熊本県に住んでる人見てるかわかりませんが、よかったら見てください。とても悲しくなります。見てると。もう普通の一覧注意の動画とかでも、だいぶ見てると悲しくなりますからね。熊本に住んでる人、大丈夫ですか？はい、探索が終わりましたね。今、スコアはこのくらいです。すいません、大事なところで買いました。もうこれ以上、毒の報酬はないので、まあ、毒って言っちゃダメだな。交換しましょう。今、5枚溜まってます。仕事。よっしゃ、よっしゃ、だ。私に力を。きて。ある程度いったら飛ばします。お、やった、ラッキーじゃん。ちょっとね、もう時間がないので。まあね、飛ばしすぎるとちょっと怒られちゃうので。
ちょっとここだけ飛ばします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。